梅沢健三、生田明、現代サークル論第1編、現代サークル運動の理論と方向。5、現代社会と人間阻害、ブルジョア意識の土壌。これまで述べてきたような質の戦後民主主義が国民の中に定着し、他方社会主義、マルクス主義の思想とプロレタリアヘゲモニーは、この民主主義、ブルジョア民主主義の中に溶解させられ、自己の固有の質を喪失していき、一般民主主義がそのまま守られるべき絶対的価値として社会主義に代替しておかれ、こうなると当然社会主義は民主主義の彼方の幾段階か先の目標として切り離されて、現実の戦いからは遠くかけ離れた抽象的理念と考えられていくことになってしまったのです。したがって社会主義も一つの固定的な体制の問題としてしか発想されず、プロレタリアヘゲモニーの観点は完全に欠落していくことになります。こうして戦後二十数年を社会主義、マルクス主義陣営は過ごしてきたということができましょう。こうした歴史的経過の中で作られた大衆の思想意識の土壌が、その質から言ってもブルジョアイデオロギーとしてのブルジョア民主主義や近代主義が浸透しやすい、あるいは育ちやすい質のものとして存在していることは言うまでもありません。こうしたものの上にブルジョア的意識やブルジョア的な生活価値観というものが深く浸透し広まっていきます。とりわけ高度成長を遂げていく1960年以後にこれが顕著なものになります。この中には革新運動の挫折という要因も含まれております。こうしてブルジョアヘゲモニーが国民と労働者階級の中に浸透していく、こういう中で多くの労働者の意識が次第に小市民化し、私生活中心的、自己中心的な価値観や生き方の中に埋没していくことになります。人々とは個々バラバラに分断された個人、原始的な個人へと引き裂かれていきます。こうした状況が1960年以降急速に進行したのです。駆り立てられる欲望、他方資本の側は大量生産大量消費ということで、消費が生活の実際的な必要からではなくて、資本の側の利潤追求を目指したマスコミを使った大量宣伝によって大衆の消費欲望が作り出され、操作されたものとなってきております。そこで隣の家でカラーテレビを持っている、向かいの家もカラーテレビを持っている、自分の子供が父ちゃんうちにはカラーテレビないのとせがむ、それでつい買わされてしまうということになるわけです。実際カラーテレビでなくても見ることができるわけですが、根の張るカラーということになってしまいます。また電気掃除機でなくてもいいわけで、日本ではこれまで何百年かの間放棄で入っていたのですが、電気掃除機を買わされてしまうわけです。その他こうしたことはいくらでもあるでしょう。もちろんそれらが主婦を消耗な家事労働から一定程度解放するという有利な面がもちろんありますし、生活上便利で能率的だということもありますが、資本やメーカーの側は婦人解放のためにそれらの器具を作っているわけではありません。新しい消費を大量に実現させていって過剰生産を防ぎ、利潤を上げるために持っていないと恥ずかしいような気分を宣伝で作り出すのです。こういう雰囲気の中で結局給料を多くもらい、それで欲望を満たしていく平穏な家庭生活が生きがいであり、社会や政治や階級のことなどから離れて家庭を大切にするという個人主義、私生活中心主義の生き方が、先ほど述べた革新勢力の後退と相まって人々を支配するようになります。こういう条件の下でマイホーム主義が出てくるわけです。戦後消費史とでも言うべきものが3つの時期に分けて考えられます。第1期は敗戦から1950-51年頃までで廃物利用時代であり、第2期は朝鮮戦争の1950年頃から1955年の人務景気の頃まで実用品購入時代であり、第3期が1955年頃から後の耐久消費財時代、であります。この第3期については電気洗濯機を皮切りに、こたつが電気こたつに、火鉢がヒーター、掘りごたつは電気安価という具合に電化が始まっていく。と同時に主食もハム、ソーセージ、肉、卵と変わり、マーガリンが天然バターになっていくのである。こうして耐久消費財を軸として、家庭革命は第二の段階へ入っていく。この意味で耐久消費財には家庭革命の思想を実質的に担っていたという性格があったのだ。家庭中心主義は日本人の社会心理の中にほぼ定着の様相を呈することになる。石川博義、日本人の社会心理、三一新書と、この機能を持つ意味が語られております。技術革新と阻害。
さらに企業においても技術革新による機械化、オートメーション化の中に、人と人が顔を合わせたり話し合ったりすることもできないような労働条件が基幹産業において作り出されてきて、疎外感が深まってきております。例えば17歳の女子労働者は自分の悩みを書いております。私は機械の全くの付属品になっていて、機械の方が中心になっています。私は機械のそばに座るだけで、自分は指先を動かしているだけです。私は企業に入って3年になりますが、働く生きがい、喜びというものが失われてしまいました。私は一体何のために生きているのか。私には孤独な無力感と疎外感しかありません。私は人間らしくなくなり、ますます無力化していくような気がします。一体こう考える私はどこか間違っているのでしょうか。と、実はこの内容は日経連で発行した青年対策用の本の中に出されていた声なのです。大量消費社会などと言われる社会の下での労働者の疎外の実態がここに見事に表されていると思います。こういう中では人間の生きがいが失われてしまうのです。現在の新鋭工場の中で一女子労働者がこのように語っていることを考えてみると、人間はたった一人で孤独に機械に対面して8時間労働していく毎日の中では、人間性というものが自分が全く感じられなくなり、無気力化してしまうことがわかります。現在こういう問題が広まっているということは、1969年1月1日付朝日新聞が人間回復という内容で特集を作ったことからも伺うことができましょう。人間が阻害されていく状況の中で、人々の無力感、人々の受動性もますます深まっていきます。職場の仲間たちの無関心や受動性を活動家の皆さんは痛感されておられると思いますが、無関心や受動性が生み出されてくる基盤をこうした中に見出すことをしないで、直ちに個人の問題として考えてしまうならば、それは正しくありません。朝日新聞1969年1月1日号のこの特集に発表されていた何に生きがいを感じているかという調査結果によると、仕事約 10%、 家庭、趣味、娯楽、計約 70%、 特にない約 15-20% となっております。ここに見られるように、仕事に生きがいを感じるのは約1割に過ぎず、大多数が仕事以外の趣味、娯楽、あるいは家庭に自分の生きがいを見出していることが分かります。大自動車会社の工場でコンベアシステムについて働いている高校出身の A 君19歳は、4月に入社した時は張り切った気分で前途に光明を見出していました。それから半年、10月の日記には次のように書かれています。入社して半年、最近なんとなく仕事が手につかない、仕事が退屈なのが苦痛だ、なんだか自分が機械の歯車になっていくような気がする。このようにコンベアシステムについて毎日8時間の間に数百回同じ作業を繰り返す単調労働は、労働者に疎外感を強く感じさせ、労働を極度に苦痛なものとします。単調労働の仕事に対する満足感の調査、昭和43年労働省によると、今の仕事が好きでは 21.9%、 今の仕事を続けたら 23.2%、 今の仕事は自分に向いている 19.0% という程度で、 80% 程度の人が何らかの意味で否定的であることが現れております。以上は朝日新聞69年1月1日付特集、人間回復より、マイホーム主義を生み出す条件、これまで述べたような状況の中で、では人々はどこに生きがいを生み出すことができるのでしょうか。労働者が日々働いているその場所とその労働においても阻害され、無力感や孤独感、人間が機械の付属品として人間性の喪失感を味わう以外にないとすると、自分が確かに手にしうる身近で小さなものへ、自分の力で個人的に、あるいは家族の協力でどうにかできる範囲のものに自分の生きがいや目標を求めていくことになるのです。1年計画でやっとカラーテレビを買い、次の1年計画でベッドを買い、その次の1年計画で幼稚園に上がる子どものピアノをやっとの思いで買ったというようなところに、せめて今の自己実現を見出して、ああ俺もよく働いた、せいぜい女房と子どもたちの孝行を尽くせたと感じることに生きがいを見出すわけです。それ以外に手の伸ばしようがないほど時代閉塞の状況が深まり、人間阻害が貫徹している。こうした状況を生み出している体制的根幹を変革し、人間解放の道を切り開く立場に立たないならば、人々は生きがいを私生活、マイホーム以外に確実に求めようがありません。ここに私生活中心主義、あるいはマイホーム主義の生き方、考え方が出てくる一つの根拠があります。競争原理の支配、この私生活中心主義、マイホーム主義的な生き方は大変つつましい、そしてごく庶民的な感じがします。
確かにそういった面もあります。しかし問題を一歩突っ込んで考えてみようではありませんか。マイホーム主義的なごく平凡なつつましい生き方にせよ、それをともかくも実現していくためには、そしてより豊かによりマシに実現していくためには、マイホーム主義的立場にとどまって考える限り、他の人々、仲間たち、同僚たちとの競争ギャルにはまり込んで生きる以外に道はありません。そこでは他の人々は全て敵対する関係にある。同僚、他の人たちとは食うか食われるかの関係にある。自分が上に上がるためには他人を蹴落とす以外にない。一対一で蹴落とすくらいだったらまだいい。しかしそれでは蹴落としたことにはなりません。職場の半分が役付きになるなんてことはありえませんから、自分の昇格昇給のためには5人10人あるいは100人を蹴落とさなければならないでしょう。だがこうしなければ、妻にとって良い夫、子供にとって良いパパとしてマイホームの必要を満たすに足る給料を得ることができないわけです。こういうわけで、他の人間は自分にとって競争相手に立つ関係になる。だから人間が互いに人間として連帯するのではなく、他の人間というのは自分のための手段という関係になります。この関係は自分自身が他の人間からすれば手段化されてしまうことでもあります。自分は他人を手段化してしまう、同時に他人は自分を手段化するという関係です。こういう人間関係が資本主義を貫いている根本的な問題であり、人間同士の在り方であります。労働者の団結ということが叫ばれますが、労働組合に組織されている労働者の中においてさえも、こうした関係が現実には支配していると言わざるを得ません。建前としては労働組合の一員なんですが、日常の生活価値観や生き方の中で、お互い同士がいや兄弟どうしようと感じ合えるような実感が仲間たちの間にあるかというと、そうでない。そうして同じ組合員同士の間でも競争が行われるでしょう。だからこそ労働者階級の立場に立った思想づくりと戦いが必要になってくるのです。人間の手段化、このような状況は愛情についても現れます。人は主観的には心から愛していると思っていても、意識することのないその本質においては、自己中心的な利己的な自己愛の投影に過ぎない場合が極めて多いことは、アメリカの社会心理学者フロームが指摘している通りです。異性が自分の欲望達成の手段として対象となっているわけです。だがそれを自分では意識しません。いや、本当に愛しているのだと思えるように思い込んでいるのです。また人間の愛情までが物や金と交換され、物や金に従属させられる、あるいは物や金で測られるということが当たり前のようにまかり通ってさえいます。ストリップショーを金を払ってみる。あの裸体が商品なんですね。このように資本主義社会では一切のものが商品化され、自分に有用な欲望充足のための手段として測られていくのです。この資本主義社会の姿を最も本質的に表しているものは、人間の労働力が一個の商品として売買されるということであります。こうしてブルジョア社会では、物と金を人間の目指す最高のものとする生き方が支配的になります。持ちたがりの欲望が人々を支配します。労働の意義。私は労働講座の席上なので、時々、皆さん労働を何のためにしているんですか、というふうに質問するのです。そうすると、食って生きるためだ。労働してその代償として給料をもらってそれで生きるためだ、という答えが下限な表情で返されてきます。確かに資本主義の下ではその通りです。しかしその通りだということと、それが人間にとってそれで良いかどうかということは別の問題です。人間の長い労働の歴史は、人間が食うため、金を得るためのものではなかったことを示しております。資本主義の下において労働が食うための手段に転化したのです。ここでは労働が稼ぐための仕事になってしまい、これが大部分の人々の常識になってしまっているのです。しかし労働は本来的にはそうではなかったし、未来の社会においてもそうではないでしょう。労働は人間の自由の実現、人間性の自己実現という内容を持っていました。ところが資本主義社会においてはそれが稼ぐための仕事となり、すなわち手段になってしまいました。こうした資本主義社会における労働はマルクスによって阻害された労働として捉えられ、資本主義批判の中心点として徹底的に追求されたのでした。これまでさまざまな角度から現在の資本主義社会の下でのいわば人間阻害の状況について述べてまいりましたが、これらを通して言えることは、この社会の下では人間の生活、行動と意識と人格の全面にわたって阻害が貫徹しているということでもあります。こうした社会の下に生きている以上、人々は並人といえども阻害から免れて生きていくことはできません。それでは私たちはもうどうにもならない絶望状態なのでしょうか。これまで述べてきたような人間阻害を克服する可能性をどこに求めたらよいのでしょうか。それは果たして見出せるものなのでしょうか。こうした問題を含めて、これまでお話ししてきた
戦後の歴史的、客観的、主体的な状況とその問題点を踏まえて、サークル活動についての検討を次に進めていきたいと思います。